あれの大きさも同じですか。あれの大きさ俺ら同じなのかな。同じ？測ってみる。測ってみようぜ。ちょっと分かんないな。ちょっと測ります。みんな見ないで。あれ？え？見して見して見して。俺こんなもん。お前のは？まさか。はい、キズメロバ、エメレです。よいしょ、皆さんこんにちは。こんにちは、はい、本日は何でしょうか。本日はですね、BL 兄弟のいちいち質問コーナー。一番好きなやつです。そう、一番好きな、質問コーナーでございます。いちいちなね。いやー、もう僕ら常に一緒の行動を取る兄弟で、もう人生のパートナーだからね。お互いにもう、どんな質問でも答えられるんですよ。もう本当にもちろん NG なしで今日もやっていきたい、うん、隠し事ないもんね、お互い。当たり前だろ、お前。やったら今言えよ。いや、隠し事ないっすよな、うん、ナイスナイス。で、今回は皆さんから今まで集められた質問を、うん、エチエチな部分だけ絞り取って、よいしょ、まとめてみました。絞り取ってって、ちょっとあんたが言うとさ、ちょっとやばい。絞っただけです。何を何を。エチエチな質問を。あ、質問を。そう、100個ぐらい質問が来てて、その中のエチエチの質問を絞ったわけよ。絞った。そう、絞ったから。どう、絞り取れた。結構ね、たっぷり絞れた。デートは割り勘。デート、あー、まあ2人でデートするときは割り勘ではないね。うん、割り勘ではなくて、基本ね、適当。僕が財布近くにあったら僕が払うし、そう。そう、彼の財布が近くにあったら彼が払うみたいな。決めてません。僕らの間にお金の問題はないんで、そう。はい。まあ、割り勘ではないです。そこは結構フリーでやってます。そうだね。はい。兄弟でキスしたことある？あ、ある。ありますね。結構あるよ。うん。二人の初体験の感想。なんだろう。まあ、僕初体験した時はあれエッチってこんなもんだったのって正直思っちゃいました。はい。なんかでも俺がね、初の時はなんか人生が楽しくなった、一気に。あ、本当に？なんかあ、こういうね、快感、こういう楽しみ方も人生にはあるんだなと思った。へえじゃねえよ、お前。普通さ、期待を裏切られる感じじゃん、なんか、初体験って。あ、俺裏切んなかった。なんか俺、さらにね、モチベーションになった、人生において。あ、そうなんだ。うん、初体験ってなんか嫌な、思い出しかない感じだけど。お前嫌だったんだ。俺正直、ね、あ、じゃあ相手が気になかったってこと？いや、相手の問題じゃない。まさかお前最初からデリエル？じゃあ俺ち期待を上げてて、でも実際、あ、こんなもんなのかなって、ちょっと人生失望したみたいな感じ。なるほどね。女とお互いの時間、どっちが大切？女とお互いの時間、まあもちろんそれはお互いの時間ですね、今のところ。そうだね。まあ女性から LINE とか遊びの誘いが来ても、うん、2人でいるときは基本断ります。今は兄弟愛の方が強いね、性欲とか、なんか彼女の欲とかより。そう、例えばね、女の子が今日今から寂しいから会おうみたいな、まあ、やろうみたいな言われても、うん、いややろう、それは嫉妬しちゃうよ俺。いや、さすがに俺この状況で行かないよそう、ね、お前が いたら行かないよ。そうね、片方に彼女ができたらどう。あー、嫉妬するかな俺。そう、嫉妬する。正直嫉妬するかもしんない。うん、いや俺嫉妬するかもしんない、正直。だって今までの時間がなくなるわけでしょ。そうやな。そう、ちょっとね、嫉妬するな、それ。寂しくなると思う。嫉妬というよりはなんかね、寂しい、うん、寂しくなると思う、多分。めちゃくちゃ今まで何でも一緒だったからさ、ね、もういきなりそれがなくなるじゃん。なんかもういつもやってるこの習慣がなくなるみたいなもん。あ、確かに、ね、習慣なんで、いつもね、この部屋に来て YouTube 撮って仕事も一緒に行ってそうですね。それこそお前彼女できたらこんな動画も撮れないし、まあ確かに、もう他の仕事もできなくなると思うよ、二人では。はい。お互いの体で一番好きな部分。体で好きな部分、うん、自分はお前あれだね、鎖骨が好き。お前の鎖骨。あ、ここ。そう、舐めていい。いや、舐めなくていい、舐めなくていい今は舐めなくていい。鎖骨セクシーなんだよこいつ。まあエムレは腹筋だね。本当に板チョコみたいに触るな。綺麗な腹筋持ってるんですよ彼。そう、これはね、多分もう僕っていうか女の子イチコロだと思う。行く？あっち。いや、あっちはまだ行かなくていい。あっちの部屋行く？一回動画撮ってから行こう。今感じちゃってるから俺どんどん。はい、はい、次、同時に一人エッチはしたことありますか？あ、あります。うん、これちょっと気持ち悪いかもしれないけどありますよ。はい、2人で同じ素材を見てしたことあります。あるね。しかも、このね、なんていうの、同じソファーでもやったことある生々しい。そう、もう本当に、例えばここの場所だったらこことここに座って同時にやったこともある。恥ずかしい、それは恥ずかしい、やめろ同時にエッチしたことはある？同時にエッチ、あ、これ炎上するんじゃね。ちょっと言っていいのか分かんない。NG なしとか言っちゃったからもう言わないとダメだけど、あります。あります。まあ、相手がちょっと求めてきたので、その二人セットでね、まあ、僕らもちょっとしょうがなく、そういうことになっちゃいました。はいはい。まあまあ、忘れて忘れて。もう、でも、相当前の話だから、みんなもう、
気にしないで、ちょっとやばい、ここカットした方がいいね。そうだね、まあ、活動あの始める前の話だから、まあ、黒歴史として見てください。はい。どっちが早漏？どっちが早漏？まあ、僕基本食べるのとか飲むのとかいろいろ早いので、そうね、やっぱ行くのも早いです。行くのも早いって自分でも言ってるからこいつ。あ、でも、うん、確かに俺はねコントロールできる。正直コントロールできる。俺結構最近自信ついてる。コントロールできんの？お前 AV 男優かよ。お前やめなさい。でも普通に本当にコントロールできるようになってきた。すげえ。お前、お前まだやっぱお子ちゃまなんだよ。いや、お子ちゃまっていうかさ、俺マジでね、あの初体験の話に戻るけど、あの前ね一発で行っちゃったことあるの。一発ってどういうこと？どうやって行くの？一発。そうだから、あの要はその行為をする前から行くこともあって、マジでね早漏問題あるんですよ。やめなさいお前。そう、ちょっと悩み事でもあります。そんな早漏じゃねえだろ。俺この前見たよ、大事な話。いや今は違うよ、あのずっと前、初体験の話。前の話。初体験は誰でも早漏やろ。お前それ初めての快感なんだからさ。あ、そうなの。それはもういいんだよ。うん、まああの僕の方が早漏ということで。はい、あれのサイズはどっちが大きい？あれのサイズ、ここ。そう、みんなどういう質問聞いてくるのよ。ここ、みんなの方が変態だろこれ。これ今まで集まったコメントでしょ、うん、そう、今まで集まったコメントのエチエチな部分で、あれの大きさはどっちが大きい、これ分かんねえな。ちょっとただ困るよね。測るしかなくね。じゃあちょっと測りましょうよ。ちょっとみんな集めてて、ちょっと測ろうぜ。見ちゃダメだよ。ああ、待って、お前の見せて。ほらこんな感じ。あ、まあでもお前の、あみんな見ちゃダメだよ。これはいい勝負だな。俺の方が頭大きくね。あ、そう、頭はでかい。お前頭がちょっと、そう、あの、あ、いやちょっとやめろ。待て、ちょっと大きくなった。待て、触るな、お前。触ったら大きくなるな、お前。こいつね、ナスみたいな形してるの。ね、やっぱ自分は頭がでかい。そう、僕はちょっとキュウリみたいな。やめなさい。いやらしい、この後キュウリ食べるのに。やめて。あれの大きさも同じということで、はい、まあ多少形とか違ったりするんだけど。形は当たり前だろ、そのこだわんねん、うん、お前。まあ形矯正するじゃん。やめなさいお前。またお前アカウントやべえよお前。これもう今日エチエチすぎて、みんな申し訳ございません。もうアカウントバンになっちゃうね。ここら辺で終わらせとこう今日は。はい、ということで皆さん本日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。よいしょ。疲れた。俺さっき聞けなかったけどさ、お前無人島に行った時に持っていく3つのもの教えて。無人島に持っていく3つのもの？アニ、ベッド、ティッシュ。うん、十分でしょ。もう1個大事なもの。いやねえよ、大事なものなんて。ゴム、うん、お前無人島でゴムいらねえよ。生でやるんだよ、生で。やめろよお前、それクソ炎上するからなお前。いや誰にもバレねえだろ。バレたらどうす？バレるわけねえだろお前。これバレてんの？今バレたってことだよね。おい、無人島で兄弟で生炎上？生炎上？無人島で生炎上？やべえよおい。